皆さんこんにちは、佐野日奈子です。はい、今回は皆さんにお知らせがあります。私ですね、なんと JRA ファンオータムアンバサダー2024に就任いたしました。パチ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 。アンバサダーといえど、私全然競馬に詳しくないのですが、こんなアンバサダーになっていいのかということでちょっとドキドキしてるんですけども、なので今日はですね、競馬についていろいろ教えてもらうゲストの方をお迎えしました。早速お呼びします。森永さんです。はい、森永真彩です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私は普段、はい、競馬の専門チャンネル、グリーンチャンネルというところで、うん、競馬予想の番組の司会をしたりですとか、はい、競馬場のイベントに出演したりしております。はい、今日はよろしくお願いいたします。森永先生、よろしくお願いいたします。なんか先生って言われるとちょっとこそばゆいですけれども、まあ、本当初心者なので生徒ということで、ぜひぜひご教授ください。一緒に競馬楽しんでいきましょう。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。で、早速なんですけど、佐野さんって競馬場には行ったことがありますか？はい、プライベートで、なんと一度あるんです。そうなんですね。はい、どちらに行かれたんですか？その時は、はい、中山競馬場って千葉の方ですよね。はいはい、に行ったんですけど、本当に私本当に、ちょっとうっかりしてて、はい、思ったより人いないなと思って、なんかすごい結構大きなレースあると思ってたのに、全然人いないな。でもぼちぼちいるんですね。馬券買おうかなって思って、こう中央のなんかこうモニター越しのあるところでこう書いてたんですけど、はいはい、全然人本当いなくて、様子おかしいなと思ってたら、今日レース休みですけど大丈夫ですかって、おっと、主演さんみたいな方が話しかけてくれて、はい、この後あるレースはじゃあどこでと思ったら、東京競馬場の方で、はい、あったみたいで、府中と間違えてしまって、あららららら、ら、あ、じゃあその日はもう中山競馬場でモニターでパークウィンズを楽しんでいただいたと。そうです、そうです。なるほど。なので実際プライベートで大間さんが走ってる競馬場に行ったことがまだないんです。そうなんですね。そうなんです。3回にわたってちょっとお届けしていこうと思っておりまして、はい、まずは予想の仕方編です。予想したことあります？でも私本当この大間さんだろうなっていう、なんか単勝っていうんですか、いわゆる、すごいすごい、単勝一着の大間さん当てる買い方ですね。1点掛けを頑張ってる男ですね。1点掛けで1点買うってなかなかできないですからね。競馬好きの人からすると、それってちょっとつまらないんじゃないのみたいなのありませんか？一周回ってみんな単勝に行き着くんですよ。もういろんなとこ行くんです。いろんなもう、あとね、3連単買ってみたりとか、馬連とかワイドに行ったりとかするんで、最終的に単勝が一番いいなって勝つ馬を当てるんだこのスポーツはっていう風に戻る方が多いんじゃないかなっていうのは思ってます。なのでいい買い方だと思いますよ。初心者だけど一周回る前のやっぱいい買い方。いい買い方です。で、予想なんですが、競馬の予想の仕方っていっぱいあるんですよ。今回は競馬新聞の予想の仕方をやっていこうかなと。実際難しくて。そうですよね。見方って多分分かんない人も多いんじゃないかな。いやー、そうだと思います。今週の9月8日にセントウルステークスという G2 競争が あるんですけれども、それの昨年のものになります。はい、第3回目で一緒にレースを見るんですが、はい、今年の本番まだ始まってないので、ちょっと昨年のものを見ながら、やっていきたいなと思います。授業ですね。授業です。授業です。そうです、授業です。で、ちなみに今年のセントウルステークスは中京競馬場というところであるんですが、昨年は阪神競馬場だったので、阪神競馬場の、競馬新聞ということになります。で、こうやってざって見てみると、正直文字も小さいし何書いてあるか分かんないですよね。競馬新聞には本当に情報がたくさん入っていて、ここ四角いっぱいありますよね。はいはい、この一個の四角の中に、その大間さんがレースでどんな走りをしたか、今までのレースでどんな走りをしたかという情報がギュ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 ッとね、詰まって書いてあるんですよね。で、この一個の四角につき一レースで、これ一番右が新しいレースで、左に行くごとに2走前3走前ってちょっと昔のレースになっていきます。あと縦の新聞だと一番下が新しくて、上に行けば行くほど古くなっていくというような形になっております。まずはこの四角、今までどんなレースをしていたかというのをざっくり、ここを見たらなんとなく分かりますよというのをお伝えしていきたいと思います。では授業っぽくなってきたところで、このビギナーズブックを出してください。はい、はい、このビギナーズブックは競馬場の初心者向けのビギナーズセミナーというところでも実際に使われている教科書になります。まずはこの
ビギナーズブックを見てやっていきたいんですけれども、うん、ずらーっと情報が書いてあるので、はい、これ全部覚えるのちょっと難しいかなと思うんですよ、うん、なので要点だけお伝えしますね。まず最初に見ていただきたいのが、その時のレースがどんな条件のレースだったか、うん、条件、そう条件、はい、じゃあ競馬場はどこだったのか、距離はどこだったのか、まずはねそこから見ていきたいなっていう。距離とかも大事なのか。そうなんです、距離によっても全然変わってくるので、まずはどんな距離だったのかなとか、はい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 、競馬場見ていきたいんですが、競馬場どこに書いてあるかというと、ここですね、左上の5東って書いてあると思うんですが、この東って書いてあるのが東京競馬場っていう意味になります。その下に JC って書いてあって、そのまた下に漢字で24って書いてあると思うんですよね、うんうんうん、この漢字の24っていうのが 2400m でしたよ。へえ、そうっていうことが読み解けないそうですよね、もう本当にこの小さい四角に全部詰まっているので、いろいろメートルの M とか省略されてるのでなるほど最初難しいかもしれないんですけどまずは東京競馬場の 2400m のレースだったんだなっていうこの条件を見てみてください、はい、で条件が分かったところで、もう次のステップ、それはクラスですね。クラス、そうクラスって何かというと、うんうん、この右側にピラミッド状になってると思います、うんうん、今週末あるのがセントールステークスで G2 っていうレースなので、はいはい、このピラミッドの上から2番目の G2 って書いてこのクラスですね、はいはい、うんうん、で JRA のレースでは基本的にこのピラミッド状でレースが行われていて、新馬未勝利戦っていうところから1個勝ち上がることに1勝クラス2勝クラス3勝クラスで、その後オープンクラスっていうところに上がっていって、その頂点に立つのが G1 レース。すごい、もう選ばれし強い馬しか出ることができない。そうですよね、いっぱいいるんだろうな、きっとこの下にはいっぱい。そうなんですよ、うん、いっぱいいて、しかも単勝の馬券を買われるって先ほどお話しされましたけど、はい、馬券の種類はいろいろあっても、うんうん、レースで勝つのは1頭だけなんですね。そうですね、到着以外は、うんうん、なので1頭しか勝ち上がることができないってなると、もうほんとどん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 絞られていっていくんですよね。そのレースが例えば2勝クラスだったのかG1 レースだったのかって全然違うじゃないですか。全然違いますね。全然違いますよね。5個ぐらい違いますね。そうそうそう、なのでクラスが何だったかっていうのも結構重要になってきます。なるほど、うんうん、四角の中だとそれがどこに書いてあるかというと右上ですね。クラスはそう、なんて書いてあるんですか。 G1 って書いてありますね。そうです、なのでこの教科書のレースでは G1 レース走ってたんだなっていうことが、めちゃめちゃ強い馬が。そう、なるほど、そうなんです。じゃあ東京競馬場の 2400m、うんうんうん、G1 レースめちゃめちゃ強い馬たちの中で何着だったのか、最後にここ、はい、何着だったのか見ていただきたいんですが、うんうん、それは3って書いてあるの。丸に。そうです、丸で3って書いてありますよね、うんうんうん、これが3着だったよっていうことが書いてあるんですよね。数字がいっぱいあるからこそ、うん、何着だって、これで 1着かもしれない。隣にね、1と2分の1の1が結構近づいてますからね、うん、確かに3着って。そう、東京の 2400m っていう舞台、そして G1 ってクラスで3着だったよ、最初はもうここだけでいいですで、今ちょっとお話にあったので、隣に1と2分の1って書いてある、うん、これは1着との着差が1と2分の1馬身でしたよ、うん、ちょっと難しくなってきました。1着との差、そうこれ3着でしたよね、うん、はい、ってことは1着の馬さんが前にいたわけですよね、うんうん、そうで、前にいた1着の馬さんと自分自身、うんうん、3着だった自分がどれぐらい差が離れてたかっていうのを、何馬身かで示しているのがこの部分になる。そう考えると、うんうん、大間さんって結構大きいのでかなり離されてるように感じるんですけど、うん、実はそんなに離されてない。一歩半みたいなことですよね。まあ、そうそうそうですね。そんなことないか。言ってみれば、うん、あの時間で言うとコンマ2秒差。全然ですねコンマ2秒って相当短いですもんね。瞬きみたいな。そう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 、本当一瞬の出来事なんですけど、うんうんうん、1と2分の1馬身差の3着って そこまで離されてない3着だったんだなっていうことが、はい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 、やっぱ強い、やっぱ強い、うん、そう3着でも十分強いレースだったんだなっていうことがわかります、うんうんうん、競馬新聞の、まあ、その今までの成績の読み方は以上になるんですが、はい、競馬って馬だけが走るんではないですよね、うんうん、
馬だけが、あ、ジョッキーの方だ。そう、はい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 、ジョッキーが馬に乗ってレースをするっていうことになります。なのでどのジョッキーが大馬さんに乗って走るかによって成績もちょっと変わってくるんですね。その相性とかも書いてるんですよ。え、びっくりしますよね。相性とかあるんですね。相性あるんですよ、うん、この教科書の12ページ。12ページ、はいはい、馬も生き物ですし人も生き物ですから、まあ、手が合う合わないもありますし、あとはリーディングジョッキーって言って、やっぱりその大馬さんいくら能力が高くてもレースに行った時にどのタイミングで指示するかとか、うん、どの場所でレースするかによって着順って本当に些細なことで変わってくるんですね。でそういう時にリーディングジョッキー上、上位の方のジョッキーだとやっぱり乗るのがうまい、うんうんうん、なんで勝つ確率が高いジョッキーということになります、うん、なるほど、うん、でもそれ以外にもお馬さんとの相性っていうのもあって、うんはい、このジョッキー乗った時このお馬さんすごくいいレースするよねとか、そういうことも実は競馬新聞に書いてあるんですよ、うん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 、それがこの12ページだと北さんブラックっていうお馬さん書いてあって、はい、下に竹豊かって書いてありますよね。これ竹豊ジョッキーなんですけど、その下に6221って書いてありますよね、うんうんうん、これは竹豊騎手が北さんブラックに乗った時に6勝、2着2回3着2回4着以下1回だった。あ、ほとんど勝ってる。そうです。まあ主戦ジョッキーって言ってあの北さんブラックに常に乗っているジョッキーではあるんですけれども、うん、相性も良さそうですよね、はい、こういったことが、まあ、載っているので騎手との相性どうかなと。こちらのセントールステークス昨年の新聞見てみると、はい、例えばこの岩田未来、ちょっと望むって書いてある未来っていう騎手なんですけど、はい、0030って書いてますよね。ってことは3回乗って3回とも3着だったんだろうっていうことが分かります。逆に、うん、テイムスパータっていう大馬さん、富田暁騎手っていう騎手が乗ってるんですけど、うん、初騎乗って書いてあります、うん、なので今回初めて乗るんだな、うん、じゃあどんな感じか分かんないですよね。確かに情報なしみたいなことですね。そうそうそう、そうなんです、うん、こうやって見てみるとビッグシーザーとかどうですか。これみゆきって読むんですけど、うん、みゆき騎手どうでしょう、うん、3020ってことは1着が3回ありますね。そうです、うん、で1着3回と3着2回。そうです、うん、今まで一緒に走ってて全部馬券からで、うん、こういったジョッキーとの相性も見ることができます、うん、すごいですよね、うんでその隣に数字が書いてあるんですね。これこの数字何だと思います。ん、わかんないです。背番号的な背番号、確かに背番号ね。55、57、55、57、うん、体重ですか。あ、いい線いってます。いい線いってます。そうです、競走馬が裸の状態で乗せている重さ、うん、負担重量というものになります。はいはいはい、負担重量。そうってことは、うんうん、ジョッキーの体重も入ってますし、うんうん、蔵とかも入ってますし、はい、その大馬さんが背負ってるものになります。なるほど。でレースによってこれ決められているんですけれども、うんうんうん、実際乗ってみて足りない場合は重りをつけていたりとか、そうでもジョッキーもその軽い馬だと自分も体重減らさなきゃいけないので調整は大変なんですけれども、うんうんうん、この負担重量っていうのが決められているんですよね。なんとなくここも見ていただければなと思います。じゃあその3つ目、はい、いきます。3つ目は客室です。お客さんの質ですか。確かにお客さんの質。何、客室って何ですか。ちょっと今日の客室悪いなとか。足だ。あ、そう、正解、素晴らしい。足の質って書いて客室っていうものがあります。なるほど。客室が4種類ありまして、うん、まず最初に、うんうん、一番先頭で走ってるお馬さん、うんうん、これを逃げと言います。うん、うん、これなんとなくわかりますかね。逃げてるお馬さんって言いますよね結構ね。で次、先行、うんうん、先行馬っていうのが逃げてるお馬さんの後ろからだいたい 3,4 番手ぐらいにいるお馬さんたちですね、うんうん、先行馬。次、サシです。サシ、うんうん、っていうのはだいたい中段あたりにいるお馬さんで、でサスっていうのはあのお馬さんをこう追い越していくことを競馬用語でサスっていうんですね、うんうん、そういったあのレースが得意なお馬さんが中段にいますね。でサシ、もう一つが追い込みです、うん、もう一番後ろにいて全部ごぼう抜きして走っていくような結構ダイナミックな勝ち方をするお馬さんが追い込みって言います、うん、でそれぞれの客室があるんです。でこの客室って最初ちょっと難しいと思うんですけど、はい、結構予想する上で大事で、はいはい、ここから展開っていうところになってくるんですね、はい、難しそうですね。ちょっとはい、なんだろう。じゃあここで質問があります。10頭立てのレースがあったとします、うん、逃げ馬が4頭いました、はい、ペースは速くなると思いますか、遅くなると思いますか。先頭
の馬がいっぱいいるってことですよね。そうですそうです。前に来たい馬さんがいっぱいいる。ペースが速くなるか遅くなるか二択です。速くなる。お、え正解です。素晴らしい。そうペースが速くなりやすい。必ずしも絶対ではないんですけど、うん、逃げ馬が多いとペースが速くなりやすいんですね、うんうんうん。まあ、スタートしてバッてこう開いて、うん、スタートしましたって競走馬がこう一気に行くわけですよね。逃げが得意な馬さんっていうのは、うんうん、スタートが上手な子が多いので、うんうん、みんな早くスタートするわけです、うんうん、僕がって私が私がいや俺がって言ってみんな先行争いしてるうちにすごいペースが速くなっていくんですね。ってなると、はい、ゴールに向かった直線、最後の直線って言うんですけど、その最後の直線に来るときに逃げ差し先行追い込みの大間さんの中だとどういう客室の大間さんが来やすいと思いますか？そのまま逃げてる子が残るか後ろから来る子が勝つか、うん、どっちの方が勝ちやすいと思いますか？ちょっと後ろにいる子ぐらいの方が勝ちやすそう。素晴らしい。そうですそうです。これもね 100% とは言えないんですけど、うんうん、前の方で走る馬さんがいっぱいいた場合って自分のペースで走れてないわけですよね。競争し合っちゃってる。そう、競争最初から結構スタミナ使って競争し合っちゃってるので、うんうん、最後の直線向いた時にはあ、いやちょっと疲れちゃったよスタミナ、もうだいぶ走ってやっと先頭取れたけどもう最後の直線きついってなった時に、うん、後ろにいる馬さんはいつも後ろにいるので別に問題ないわけですよ。なるほど。あ、疲れてるところごめんじゃって言ってこうカラッポカラッポカラッポカラッて言って勝っちゃう場合があります。あ、なるほど、はい。なので逃げ馬が多い時は差しが決まりやすい。なるほど。ちょっと後ろなんだ。ちょっと後ろとかまあすごい後ろかもしれない。じゃあ逆に10頭中1頭しか逃げ馬がいなかったらペースはどうなるでしょうか？ペースなりやすいでしょうか？でも遅くなりやすい、うんうん、そうです。自分のペースで走ることができるので、うん、まあ苦しくないペースで走ることができますよね、うんうん、なのでそんな飛ばす必要もないですよね、はい、でスローになりやすいってなった時に最後の直線向いた時にある程度セーフティーリードがあれば、うんうん、まだスタミナあるので、うん、あ、いやまだいけそうっす。いや、僕まだいけます。あ、すいません、勝っちゃいましたみたいな。逃げ残りにもなりやすいんですよね。なので逃げ馬が1頭って決まってれば、結構その馬から買う人とかもいます。これもあのレースの流れとか競馬場のコースの形態とか枠順とかにもよって変わってくるので絶対とは言えないんですけど、基本的にはこの客室が多いとこういう展開になりやすいよっていうのがあるんですよね。なるほど。この3つお伝えしましたけれども、はい、佐野さん的にはどういう予想の仕方してみたいですか？でも過去のジョッキーさんとの相性とかが情報にあったら結構有利なのかなとか、うん、おなるほど、うん、で結構ジョッキーで勝ってみたい。でもその大間さんのこうスタミナとか、うん、さっき言ってた逃げがちょっと体力なくなってみたいな戦略も面白いなって思って、うん、おジョッキーと客室。あ、客室、うんうん、私結構ジョッキーだと客室見て買うんだよねって言ったらもう結構普通な感じがクロート感出ると思います。出ますね、はい、うん、最初からいろいろ見てしまうと どれにしようか悩んじゃうと思いますので、うんうんうん、じゃあその2つからまずは軸となる馬を、うん、なるほど探してみたいなって思うんですけど、はい、今ねちょっとここに競馬新聞、昨年のセントルステークスの競馬新聞がありますので、はい、うんうん、じゃこれを見ながら選んでいきましょうか、はい、で逃げ馬の見方なんですが、はい、新聞によっては矢印が書いてあって、うんうんうん、一番上に矢印がある馬が、まあ、逃げるであろうと言われているということになります、うんうん、で今こちらにあるのがここに書いてあります。矢印にちっちゃく追い込みが追い込み先行差し差し逃げ、あ、いましたね。逃げがいました。先行追い込み、うん、追い先行差し、うん、そう差し逃げを、いましたね。2頭だ。差し、うん、追い込み先行差し、お2頭しかいない。2頭しかいないね。でも8頭中、これは15頭いますね。15頭だ、はい、15頭中今のところこの競馬新聞では、うん、過去の成績見てこの馬が逃げるだろうなっていう予想です。実際に本当に逃げるかどうかはゲート開いてみないとわからないんですけど、うんうん、はい、逃げそうな馬が2頭出てきましたね、うんうん、はい、しかも、うん、タケさんが乗ってて、うんうん、1が4、そうですね、ジャングロっていう馬さんは竹内武志が乗って4112って書いてあるってことは1着が4回、そうです、うん、で2着1回、
3着1回、うん、4着1回2回、うん、なので、まあ、相性も悪くなさそう。富田暁騎手のこちらのテームスパーダは初騎乗なので、うんうん、まあ、これがいい時もあります。逆にいい時もあります。初っていうのだけがちょっと難しい、うんうん、そうですね、逃げるであろうとは言われている。はい、57と55ってことは少し軽いと。素晴らしい、ね、素晴らしいですね。そうです、負担重量がちょっと軽いわけです、うんうん、ってことは逃げるときに、うんうん、じゃあ同じスタートしましたってなったら、うんうんうん、そうですよね、ちょっと軽い方が有利そうですよね。有利そうですよね、うんうん、じゃあこっちにします。物理的にはでも初っていうところが相性が初は気になりますね、はい、うん、ただ富田騎手、うん、はどうなんですか。あ、でもあの若いですけど上手なジョッキーですよ、うんうん、良さそうです。お、このまま軸で行ってみましょうか。軸でお、じゃあ、面白い。旦さんは11番のテームスパーダを軸で、うん、ということですね。わ、うんうん、かりました、ありがとうございます、はい、これもし来たら結構な配当になると思います。そうなんだ、はい、これは楽しめると思います、はい、そうなんだ、うん、じゃあ軸が決まったところで次回は買い方の勉強をしてまいりましょう。わかりました、はい、今日どうでしたか。すごい勉強になってすごい褒めてもらったので、なんかちょっと今軸だけ決まったのに勝った気持ちです、うん、素晴らしいです。いつも単勝派ですもんね。もうこれで決まってるようなもんですもんね。確かに買い方も決まってるようなもんなので、でもっとその買い方も学んでったら、はい、うん、もっと勝率も上がるのかなって思って、うんうん、次も楽しみです。はい、次も頑張りましょう、はい、ではありがとうございました。次回も見てください、うん。